50歳からの美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回下がります。はい、今回もダイエット企画です。はい、今回は皆さんこの辺のこの肉いらなくないですか？だんだんね、目まっすぐじゃなくなってくるんですね、私ね。はい、なので今日はこのね、肉っていうのと足がシュッて長くなると嬉しくないですか？足ね、ね、こう長いとお洋服もね、似合うようになるし、ね、シュッとなりたいわけです。私チビ、すごいチビなので、やっぱり、ね、足が長くなるっていうのに超憧れを持ってますので、今日は実際ね、足長くね、なるストレッチがあるそうなので、それをね、今日はやってもらうことにしました。はい、では早速お呼びしたいと思います。ズボラさん、ほっとい。こんにちは、深井です。本当に伸びます？足伸びます。はい、僕の動画のコメント欄すごくなってます。あ、すごく見た見た。で、あれね、すごい気になる。だって足伸びるんだよ。伸びます。だって年取ったからね、だんだんちっちゃくなってくる、ね、そう言いますね。はい、じゃあせっかくなので、はい、ぜひやってください。お願いします。お願いします。はい、じゃあスマホは床に置いて見ながらやりましょう。まず床に座って足伸ばして座ります。こう膝、くるぶし、つま先合わせて、つま先ちょっと真上向けます。で、この足の長さこんな感じだなって何となく覚えててください。1回で変化出るので楽しみにしてください。じゃあまずは開脚しましょう。できるとこまで開脚します。できるとこまで開いたらゆっくりそのまま前に倒れましょう。これも内ももストレッチしながら、柔軟性チェックも兼ねてます。理想は120度以上開いて、おでこが床につくことです。最低でも90度ぐらい開いてほしいんですが、僕もなんとか90度開いてるかなっていうぐらいなんですけど、翔子さんはなんとか90度以上開いてますかね。本当、感じ。でもおでこつかない。つかないです。肘つきますか？肘つく。肘はつきます。うん、でもおでこはつかない。これも1回変化出るので楽しみにしてください。呼吸を止めないようにしましょう。ちょっと慣れてきたらね、少しずつ広げてもいいかなと思います。よし、 OK。 そしたら1回足閉じます。で、このあぐらみたいな状態から右足を左こっちに持ってきます。で、この足をなるべくお腹にグッとつけてピンと胸張ります。右のお尻ストレッチです。伸びるのがかかります。うんうん、で、このポーズそもそもできないよって方はこの右足この辺でもいいです。右のお尻が伸びてればそれで OK です。うん、逆に頑張れる人はなるべく足をお腹にグッとつけてピンと背筋正すとお尻伸びてくると思います。いや、いいですよね。で、呼吸止めないようにするとあんまりこう肩力入らないように意識しましょう。伸びますよ、お尻。そしたらですね、一回足戻して、この右足を両手でこんな感じで持ち上げます。なるべく高い位置でゆらゆら動かします。なんか面白いね。面白いですよね。で、これ多分こんなに上がらないようにしてると思うんですけど、これでもいいです。よかこの辺で手で持って、逆に頑張れる人はね、こうやってちゃんと肘にかけて高い位置でこうやってもいいですし、呼吸は止めないようにして、まあまあ無理ない範囲でできる限り高い位置で、慣れてきたらちょっとずつ高くしてもいいし、きつい人は各種目の最後の10秒でサボってもいいです。10秒サボってもいいんだね。いいです。あと YouTube 再生速度変えれるんで、再生速度早めたり遅めたりしてもいいかなと思います。 OK です。そしたらこんな感じで足を下ろして、右足ちょっと前に出しましょう。右足前に出した状態で真正面で体を倒します。右のお尻伸びることがあれば OK です。翔子さん、どうして伸びますか？右のお尻伸びないよって方はちょっと足手前に引いたりとか、ちょっと前に出したりとか、もうちょっと体前に倒したりとか、ちょっと斜め前に倒したりとか、こうしたらね、右のお尻伸びるよって角度を伸びない人は探してみてください。伸びる人は伸びる位置でキープ、呼吸止めないようにしましょう。深呼吸するとどんどん前に倒れていくと思います。よし、OK。そしたら一回体を起こして右足伸ばします。伸ばす。で、右足の方に向かって体を倒していきます。右の裏もも、膝の裏伸びれば OK です。で、掴める人は手でつま先を掴みましょう。膝の裏、裏もも伸びますか、翔子さん？すごい痛いよ。翔子さん、膝伸ばした方がいいんで、膝伸ばしといて、そうですね、それがいいですね。で、もしきついよって人は膝伸ばして
つかめなければこれでいいです。膝の裏、裏ももを伸ばすことが目的で、あんまり肩がこう力入らないように意識を続けましょう。呼吸痛くないでしょう。 OK です。そしたらそのままですね、なるべく開きます。股関節を開く。で、体真正面に倒します。真正面に倒します。内もも伸びますかね。そうです、そこです。倒れる人はどんどん倒れてもいいんですが、つま先がこう下に倒れちゃうよりもなるべくつま先真上向けた方がいいです。結論、内ももも伸びてれば多少前に倒れてもいいです。内もも伸ばすってことが目的です。受け止めないようにしましょう。伸びますか、内もも。逆に頑張れる人はどん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 前に倒れてもいいし、よし、OK、戻りましょう。じゃあこれでさっきと同じように両足伸ばしてみましょう。頑張った右足だけ伸びてることが分かると思います。どうでしょう、変化分かりますか。すごくない？ありがとうございます。じゃあこのまま逆足やっていきます。そしたら、もう一回あぐらみたいな感じにして、左足を右こっちに持っていきます。そしてこの状態で両足をお腹にグッとつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。これポーズできないよって人は左足ここでもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。お尻ついてる方がいいかしら。浮いちゃっていいです。全然伸びてれば OK です。そしてなるべく姿勢正すとよりお尻が伸びてきます。呼吸を止めないようにして、なるべくこう肩力抜いたままできるようにしましょう。 OK です。そしたら一回下ろしていただいて、で左足を両手でこう持ち上げます。なるべく高い位置でゆらゆら動かしましょう。あ、こっちの方が痛いかも。痛いですか、うん、結構左右差皆さん気にするんですが、うん、あ、きつかったら低い位置がいいですからね、うん、人間なので左右差あって大前提当たり前なので、うん、なんかそれによって日常生活支障が出なければまあまあまあいいんじゃないかなと思います。ここから用意してなるべく高い位置でね、ゆらゆら、きつい人は低くていいです。背中丸まなくていいですか。なるべくして垂らした方がいいですけど、まあまあ丸まると思います。僕も硬いので丸まっちゃうので OK です。そしたらそのままですね、左足前に出して体真正面に倒します。左のお尻伸ばすことが目的です。いまいち伸びない人は足を前に出す、手前に引く、いろんな角度試してみてください。伸びますか、正直左のお尻。すごい、お尻って痛いな。お尻が大切でしょうかね、うん、これも硬い。本当はおでこが床につくぐらい、これぐらいいきたいですよね、本当は。そうそう、呼吸をぐらいよりしましょう、うん、よし、OK。 そしたらですね、左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒します。左の裏もも、膝の裏伸びればいいです。膝を伸ばしていく。掴める人はつま先掴む。で、翔子さん結構柔らかいですね。理想、こうやって翔子さんみたいに反対の手で右手で左のつま先触れたらより理想ですね。僕ちょっとギリギリですけど、翔子さん結構簡単にやってますね。膝もうちょい残しましょう。呼吸だけ止めるようにしましょう。相手の手でこう膝を押さえておくとしっかり伸びると思います。よし、OK。そしたら一回戻って、なるべくこう股関節一回開きましょう。開けるだけ開いてもらって、で体真正面に倒す。左の内ももを伸ばすことが目的です。でもつま先がこう前に倒れてもいいんですけど、なるべく真上向けましょう。なるべく真上、左の内ももを伸びてれば OK。 頑張れる人はどんどん前に前に前に倒れる。まとめないようにしましょう。よし、OK、戻りましょう。じゃあこれで最後もう一回開脚してみましょう。開脚できるところまで開脚で、もう一回前に戻りましょう。僕はさっき90度ギリギリだったのがなんとかちょっと広がったから。どうでしょう、翔子さん、おでこまではつかないけど、うん、ちょっと
かくなってれば、ね、なんか柔らかくなったような気がする。これちょっとね、センチとかで剥がれないんで、見た目なんでちょっと分かりづらいんですけど、これ少し行きやすければそれで OK です。理想は120度以上開いて、おでこが床です。僕はまだ90度ぐらいです。呼吸を唱えて、ちょっとずつね、前に倒れられる人は前に倒れましょう。よし、OK です。じゃあ最後もう一回両足伸ばしてみて、大体これで両足揃ってれば OK です。足の長さ揃った、ありがとうございます。もしどっちか左右差ある方は、短い方の足もう一回やってみるといいと思います。お疲れ様でした。素晴らしい。もうね、全然ここまで頑張ったら無謀ではないです。自分に拍手しましょう。はい、すごい足すごかった。伸びた、伸びました、うん、ありがとうございます。びっくり。ドラえもんじゃなくて伸びた、伸びた、伸びた。なんかね、ね、パンツが短くなってるかもしれないね。それすごいってなったら。でも本当私たちって本当にね、ちょっと姿勢悪いと結構ね、身長がね縮まったとかね、結構ね言われるので、すごいです。ありがとうございます。頑張りましょう。これあの週に何回とか毎日の方がいい。本当に理想は、うん、朝昼晩毎日3回とかなんですけど、うん、できないんじゃないですか。僕もやらないので、うん、最近でも週1はやりましょうって言ってます。あ、なるほど、はい、分かりました。じゃあ皆さん、あのこれね、テレビ見ながらとかでもね、あ、もちろんです。お風呂広くて、お風呂でできるならそれでもいいですけど、お風呂ちょっと難しいかな、うん、なのでこう寝る前に、あ、どっちがいいですか。本当にやらなきゃいけないから、お風呂上がりの方がいいです。どっちかって言ったら、ただ効果的にはそっちの方がいいんですけど、それお風呂上がりは、例えば僕は、うん、お風呂上がり数が似てるんでできないんですよ。あ、なるほど。だから、うん、効果はお風呂上がりがいいけど、習慣化できる方がいいです。あ、なるほど。もう自分の、ね、あ、テレビ見る時間にやろうとか、あ、でもそれ全然いい。あ、ちょっと疲れちゃったらまた開こうみたいな感じでいいのかな、はい、それでいいです。もう十分でございます。はい、ありがとうございます。はい、もうね、今日もね、すごくあの足も長くなってね、どん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 ね、体も柔らかくなってくると代謝が良くなるので、また痩せやすくなるって言われているので、ありがとうございます。はい、これをね、一気に頑張っていきたいと思います。でまたね、あのズブラストレッチの方もすごくいろんな方法があります。なので足を細くしたいとかね、背中に効くとか、はい、お腹周りとかね、いろんなのがあるので、もしね、この運動ごこに、ね、火がついた方も、こちらはね、また下の概要欄に書いておくので、そちらの方に、見てチェックして、ちょっと頑張っていきたいと思います。今回も一緒にね、コラボして、やっています。なのでズボラストレッチさんの方にも顔のね、小顔にする方法とか、わかりました、はい、やってるので、もしよかったら遊びに行ってみてください。はい、はい、皆さんありがとうございます。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタンを押していただけると、さらにね、私たちやる気になるので、またよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。